皆さんこんにちは、ワンダリグルビーチです。では今回はギレンの野望ジョーの系譜ジョン軍編、第2部続きをプレイしていきたいと思います。まず宇宙の方ですけども、アーバーは空でハマンのキュベレを足止めさせているというのは変わらずです。あと北京上空なんですけども、ここにですねノイエジール1機いるので、これはですね周辺中域を固めて包囲して放置したいと思います。アクシズの周辺はですね敵部隊が増強をかけているので、我々もソロモン中心に部隊を増強しているという状況になります。そして今回はですね地球上の方なんですが、まずハワイの攻略とオデッサの攻略、これを今回行っていきたいと思いますので、早速時間を進めていきましょう。地球上ではですね部隊を効率よく運用するためにガウ攻撃空母を合計3機今建造中です。これを各部隊に配備していきたいと思います。あとですねこの後オデッサを攻略する部隊については、基本的にはガルバルとハイザックで編成するんですけども、ちょっとでもね海の面があったりすると、そこに潜水艦が配備されたりすることがあるので、配合区も、まあ、3機ぐらいですかね、配備して使っていこうというふうに思います。ではまずハワイから攻略を始めていきましょう。ちなみに宇宙に配備していたパイロットたちはですね大部分を地上に下ろしました。これでさらに効率を取っていきたいなと思います。あとハワイを攻めている敗北部隊なんですけども、まあ、残念ながら敗北には索敵する能力が備わっていないので、索敵要員でドップをね3機ほど連れてきています。敵の方ですがパッと見どうだろうな、ドップ、あとここにいるのはマラサイのように見えますね。それにアッザムがいるように見えます。マラサイがハイゴックだとちょっと歯が立たないと思うので、確実に索敵を行って取り囲んで攻撃していきましょう。私に挑んでくる奴がいたとはな。敵の方から仕掛けてきましたね。マラサイはまだ陸上にいるな。んノリスのハイゴックがやられましたけど、今の機影を見る限りこれズゴックいいだな。ズゴックいいもハイゴックの格上にはなってるので、ちょっと苦戦しそうな予感はしますね。あとは確実に索敵を当てておきたいので、死を覚悟した上でマラサイに索敵当てましょう。ドップはちょっと消耗品扱いになるかもしれないな。できればねちゃんと温存して使いたいユニットではあるんで、持ちこたえてほしいなというのはあるんですけどね。まあ、ドップについては撃破されたらその都度生産して配合区隊に割り当てていきましょう。まあ、3機ぐらい用意して確実に索敵を当てていくっていうね、そういう運用を考えたいと思います。ガキの遠足じゃねえんだ。ここはサイクロプス隊ですね。ガルシアとレズナです。このバンダナをしているときは不思議と負けねえんだよ。さあマラサイを取り囲みましたので、これで撃破していきましょう。まあ多少の損害は出ると思うんですけども、補充するなりユニット生産するなりして補填していきたいと思います。まあ、それほどマラサイは量産機としては傑作機ですね。ではターンは持ち越しになりますが、次のターンで確実にハワイ攻略していきます。ザンジバル海の開発プランが提案されてますので、せっかくなのでこれは開発して戦力に加えておきたいと思います。これでマラサイようやく撃破ですね。ハワイについてはマラサイの開発にはちょっとこぎつけるのは今の技術レベルだと難しそうな感じがしますね。では新たに侵入してきたドップを撃破してハワイの攻略終わらせたいと思います。ハワイ制圧した部隊ハイゴックが中心ですけども、ここはですね傷ついた消耗した部隊の回復を行ってですね、ニュージーランドそしてトリントン基地へと
順々に攻略を行っていきたいと思います。では続いてオデッサの攻略戦始めていきたいと思います。敵エリアに侵入しました。オデッサの敵部隊の数から見ていきましょうか。ここにジオングらしき機影が見えますね。その他はアッガイとかマゼラトップですかね。あとここに潜水艦かな、いますね。この潜水艦対策のためにハイゴック連れてきてるので、早速このハイゴックを使って邪魔な潜水艦は早々に排除しましょう。敵の数は決して多くないので殲滅していきます。ただここにアプサラスがいるな。このアプサラスとどう対峙するかですね。これグラブロですね。ブーンが乗ったグラブロになってますね。さてこれどうしたものかな。グラブロとなるとそれなりに耐久力もあるので潰しきるのにはちょっと時間かかりそうですね。あとアプサラスの動きも気になるのでちょっとチェックしておきましょう。アプサラスはこっちに向かってくるようであれば迎撃するし、向かってこないのであればこちらからね攻撃を仕掛けていくという戦い方になるかなと思いますので、敵の出方というのもちゃんと見極めながら進んでいきましょうか。アプサラスはマップの中央付近に移動しているようなので、我々も部隊をマップの中央付近に集結させていきたいと思います。グラブロはガウで撃沈していきます。このジオングにオルテガが乗ってますね。ちょっと早めに倒しておきたいので、ガルバルディ3機ですけども攻撃を仕掛けて、おきたいと思います。あとここにちょっと見慣れない機体がいるな。何なのかこの機影だけからだと勉強不足でわからないですけど、強力なユニットではないと思います。まあ、せっかくなんでちょっとどんな機体か戦闘シーンは見ていきましょうか。これはなんだっけ、ジュアッグとかなんかそういう感じの名前の機体ですよね。何だったのかちょっとアンノウンのまま撃破しちゃいましたけど、赤鼻が乗ってたみたいですね。問題はパーフェクトジョングだな。ガルバルディは貴重な戦力なので、まあ、できるだけね、損害が出ないように戦ってもらいたいので、ここで撃破されないことが重要ですが、よし残ったね。我らの意地を見たが、いやオルテガの乗ったパーフェクトジョンが相手に、撃破は全くされなかったっていうのは大きいな。ジョングヘッドになっただけのオルテガジョングは簡単に撃破できると思うので潰しておきましょう。まあ、この後のことを考えるとカリウスを後ろに下げてでも前進しますか。まだアプサラスがね解敵していないので、この後アプサラスとぶつかるのか、ここでぶつかりますね。あとはマップでいう右側、東側にはこれはガルバルディかな。ガルバルディベータらしき機影が見えているので、このガルバルディ倒すときもできるだけ損害が出ないように、最新のね注意をしながら撃破していく必要がありそうですね。さあアプサラスですけど、ここで仕留められるようであれば仕留めちゃいたいと思います。まあ、火力をね集中して、まあ、どれだけ削れるかというところですね。アプサラスはアイフィールド持ってるのかな。
アンフィールド持ってるとガールバルのビームライフルが効かない可能性があるので、そうなるとハイザックのね実弾系マシンガン、これに頼ることになると思います。うん、撃破できましたね。ビームライフルも効いてるようにパッと見は見えましたけど、これでまた一歩攻略近づいてきましたね。ここは敵のガルバルディベータアルファです。これも撃破できればこのオデッサが攻略完了ということになります。最後一機残ったこのガルバルディアルファを撃破してオデッサを攻略したらですね、キリマンジャロ基地を目指す部隊と北京を目指す部隊二手に分かれて、効率をね優先して攻略していきたいと思います。行くぞ。はい、これでガルバルディアルファ敵の部隊になりますが撃破完了です。お前はよくやった。しかし私に戦いを挑んだ時点でお前は負けていた。はい、では少し短めですが今回はハワイとオデッサ取れましたので、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。地上の拠点も半分を取ったので収益でもアクシスを逆転できたんじゃないかなと思います。あとは残った敵のね重要拠点、地球上の重要拠点を潰しながら、攻略をね進めていきたいと思いますので、皆さんの応援、あとアドバイス引き続きよろしくお願いいたします。